Go Buster! バスターは親友のスカウトと遊ぶのがとても楽しみ。今日は何して遊ぶのかな。あ、おじいちゃんがラジコンを持ってるよ。まずはバスターが操作する。ルンルン、よく走るね。今度はスカウトが試したい。でもバスターはずっと操作してたい。あらまあ、スカウトがそれはずるいって。スカウトもやってみたい。あらまあ、二人はリモコンを取り合いしてる。二人とも車を操作したい。そんな、車はぶつかって壊れちゃったよ。もう遊ぶことができなくなっちゃった。バスターとスカウトはお互いに対して怒ってる。もう一緒に遊ばないって。友達と喧嘩するのって悲しいね。でも待って、おじいちゃんに考えがあるみたい。リモコンをスカウトに、車をバスターに渡してる。二人は協力して修理するよ。よかった、仲直りしたね。友達はいつでも許し合う。やったね。これで二人とも操作できるね。バスター、今日は学校で何を学ぶんだろう。わあ、火山だ。実験をするんだね。先生がお手本を見せてる。まず白い粉を少し、次に着色料を3滴、そこに酢を入れるとブクブク泡ができるよ。わあ、噴火した火山みたい。すごいね。みんなとても興奮してる。今度は自分たちだけでやってみるよ。あらまあ、バンディット、やり方を間違えたね。そんな、スカウトも失敗。バスターは、バスターも同じく失敗。なんでうまくいかないんだろう。アッシュは成功するかな。バスターが確かめに行く。アッシュはまだ原料を入れてる。うわー、成功。よくできたね、アッシュ。みんなうまくできなかったのに、アッシュだけどうして？そっか、アッシュは黒板の説明通りにやったんだね。いい考え。先生はアッシュを褒めてる。みんなももう一度挑戦。でもまずはやり方を確認するよ。白い粉を少し、そして着色料を3滴、酢を入れたらブクブクの泡。やったー、できた。みんなの火山噴火してる。とても面白いね。よくできたね、みんな。手順に従えばいろんなことができるね。みんな成功して先生はとても嬉しい。バスターとパパバスは公園に遊びに来たよ。おっと、気をつけてね、パパ。二人は一緒にサッカーをするよ。キックオフ。バスターがボールをパス。おっと、パパはうまくできないみたい。でもバスターがパパにやり方を教えてあげる。ペナルティキック。バスターがシュート、決めた。そんな、パパバス大丈夫？うん、大丈夫。今度はバスターがキーパー。パパは絶対に決めるつもり。おっと、
ボールが高く飛んでっちゃった。見て、消防車のアッシュとママだ。バスターは2人を試合に誘うよ。いい考えだね、バスター。バス対トラックの試合開始。バスターがボールを持ってる。アッシュが奪って、ママがシュート。外した。あらら。バスターに他の考えがあるみたい。なんだろうね。アッシュとバスターがチームになってる。子供対大人だよ。どっちが勝つんだろう。アッシュから始め、パパがボールを取った。でもアッシュがタックル。アッシュがバスターにパスして、バスターがゴール。さすがバスター。完璧なチームワーク。パパとバスターは家まで帰るよ。二人はとても疲れてる。見て、ママバスだ。バスターはパパにバイバイって手を振るよ。でも見て、バスターはパパにサッカーボールをあげてる。練習しないとね。バスターとおじいちゃんはスーパーへ買い物に行くよ。買い物リスト。人参、コーン、新しいサッカーボール。バスターは新しいサッカーボールを買うのが待ちきれない。でもおじいちゃんは他のものを先に買わなきゃって言ってる。まずは人参。バスターが急いで取りに行く。これだよね。おじいちゃんはとてもゆっくり歩いてる。バスターは人参じゃなくてバナナを持ってる。焦ってたからよく見てなかったんだね。人参あったね。よくできたね、バスター。次はコーン。見つけたよ。おっと、気をつけてバスター。缶が全部倒れちゃうかもしれないよ。ふう、おじいちゃん危機一髪。次はやったー、サッカーボール。バスターはボールまで一気に進む。でも待って、おじいちゃんはずっと後ろ。見失っちゃった。そんな、バスターとおじいちゃんはお互いがどこにいるかわからない。バスターは探し回るけど見つけられない。かわいそうなバスター、迷子になっちゃった。不安だね。見て、バスターが知ってるアッシュとママだ。二人に会ってよかったね。おじいちゃんを一緒に探してくれる。バスターはやっと無事におじいちゃんを見つけたよ。バスターはあんなに先まで一人で行っちゃいけなかったって分かってる。バスターは反省してる。でもおじいちゃんは許してあげる。はい、新しいサッカーボール、やった。バスターとみんなの楽しい学校の日。今日は母の日のカードを作る。見て、先生がお手本を見せてる。2つに折って折り目をつける。よくできたね、バスター。おや、バンディットは何してるの。わあ、たくさんの飾り。さあ作ろう。あら、バンディット、紙飛行機を作って飛ばしたよ。バスターは作り始めた。おっと、タイヤにノリがついてグリッターがあちこちに。困ったね、バスター。ノリが離れないね。どうすればバスターはノリを取ることができるかな。そっか、スプーン。ダメ、取れない。あらら、今度はスプーンがもう一つのタイヤについちゃったよ。バスターはスカウトに助けを求める。スカウトはノリのボトルを引っ張ってみる。ダメ、これもうまくいかない。そんな、スカウトまでひっついちゃったよ。気をつけて、スカウト。困った、思い通りにいかないね。バンディットは2人の様子を見てとても楽しんでる。そして先生はバンディットの飛行機に気を取られて、このことに全く気がついてない。おっと、アッシュの水を倒しちゃった。でも待って、水でスプーンが取れたよ。バスターに考えがある。アッシュは自分のホースを使って
海苔を取ろうとしてる。やったー、成功。あらら、もうめちゃくちゃ。ママがバスターを迎えに来たよ。見て、バスターはママに手作りの母の日のカードをあげてる。ママは大喜び。ママ、素敵な母の日になったね。まさか、また今日の公園は風が強い。バスターとパパバスが遊びにやってきたよ。パパはバスターにとっておきのものがあるって。なんだろうね。見て、カイトだ。バスターは飛ばす準備万端。パパバスがカイトを空へあげるよ。うわあ、あんなに高く飛んでる。さすがバスター。見て、熱気球のモンティだ。そんな、強い風が吹いてカイトが飛ばされちゃった。モンティに引っかかってるけど、モンティは気がついてないね。大丈夫バスター、パパに考えがある。おっと、気をつけてパパ。わあ、ナイスヘディング。さすがバスター。バンディットとアッシュは2人がどこかに行っちゃって不思議そう。バスターはモンティの注意を引こうとしてるけど前を見てない。気をつけて。あらまあ、バスター泥の水たまりに突っ込んだね。泥にはまっちゃった。パパがバスターを引っ張り出し、いいチームワーク。そんな、道路が木で塞がれてる。でも大丈夫。パパバスは木を飛び越えるよ。そしてバスターは木の下を滑り抜ける。うわあ、かっこよかったね。急いで、モンティーだ。パパに何か考えがあるみたい。二人は大きな泥の水たまりを走り抜けてるよ。何してるんだろうね。二人が泥にカイトの絵を描いて、モンティはやっとカイトが自分に引っかかってることに気がついたよ。あらら。バスターはカイトを取り戻したよ。ありがとうモンティ。しっかり握ってバスター。ふう、また飛ばされるところだった。晴れた日、バスターの家ではバスターとおじいちゃんが一緒に楽しく遊んでる。ママバスは仕事へ行くよ。バスターとおじいちゃんは一緒に夕食を作ることができるかな。わあ、本格的な料理をするんだね。バスターはとてもワクワクしてる。さあ始めよう。おじいちゃんがコンロの準備をする。でも次は、バスターに考えがある。チョコレートソース。おじいちゃんは夕飯で食べるものじゃないって。レシピを見てみよう。必要な材料を全部集めたよ。バスターはまずボウルに小麦粉を入れる。うわー、少しずつだよバスター。おっと、小麦粉があちこちに。おじいちゃんもバスターも小麦粉まみれ。バスターは生地の最後の仕上げ。あちこち飛ばさないように気をつけてね。よくできたねバスター。おっと、おじいちゃんのトマトソースが床にこぼれちゃった。コンロではお鍋が噴き出してる。あー見て、おじいちゃんのメガネが曇って前が見えないよ。気をつけておじいちゃん。あらまあ、もうめちゃくちゃだね。おじいちゃんとバスターは掃除をしてる。もうすぐママバスが仕事から帰ってくる。あらら、まだ夕飯はできてないね。どうするんだろう。おじいちゃんは冷凍庫からフィッシュフィンガーを取り出す。それを見たバスター、何か思いついたよ。チョコレートソースの出番。ちょうど夕飯が出来上がる頃、ママはバスターとおじいちゃんに何を作ったか聞いてる。何ができたんだろうね。フィッシュフィンガーとインゲン豆、そしてチョコレートソース。本当に美味しいのバスター。バスターは食べてみる。うん、美味しい。ママも食べてみると、とっても美味しい。よくできたね。晴れた日、パパバスはバスターをビーチに連れていくよ。バスターはママバスにバイバイして、さあ出発。やったでもそんな、オーティスに止められたよ。通行止めだって。バスターはとてもがっかりしてる。でもパパに何か考えがあるみたい。
湖だね。代わりに魚釣りができるよ。でもバスターはビーチに行きたかったからがっかりしてる。パパは魚の釣り方をバスターに教えてあげる。うわ、今度はバスターの番。バスターは楽しんでない。釣りはビーチみたいに面白くないね。パパはどうしてそんなに楽しそうなの？待って、何かがパパの竿にかかったね。なんだろう。うわあ、パパが大きな魚を捕まえたよ。大きすぎる。パパだけじゃ引き上げられなさそう。バスターが手伝う。気をつけてバスター。おっと、二人とも水の中。魚はそれを見てとても楽しそう。バスターとパパはそう簡単に諦めない。二人に考えがあるみたい。魚が水の中を泳いでる。パパが釣り糸を投げ入れると魚がまた引っ張る。二度目の勝負だね。見て、バスターが水に浮かんでる。よし、捕まえた。バスターが網で魚を捕まえたよ。さすがバスター。パパはとても感心してる。よくできたねバスター。魚はどこかへ泳いでいく。またねお魚さん。魚釣りとても楽しかったね。パパバスはバスター、スカウト、バンディットを森へキャンプに連れていくよ。キャンプサイトを準備しよう。まずテントを立てるよ。パパがやり方を教えてあげてる。テントが飛ばされないようにペグを打ち込んでる。見て、テントをしっかり固定してる。わあ、できたね。パパが火を起こすための枝を集めてる間にバスターたちはテントを立てる。今の何？バンディットがマシュマロを持ってる。おいしそう。しまった。バスターはペグをしっかり打ち込まなかったんだね。テントが飛んできたよ。前が見えない。気をつけてスカウト。そんな、テントが飛んでく。バスター取り戻せるかな。スカウトとバンディットが助けに行く。頑張れバスター、君ならできる。よかった、地面に落ちたね。そんな、またパパバス気をつけて。おっと、枝が飛んでっちゃったよ。ふう、大丈夫だった。さあもう一度テントを立てよう。バスター、今度はちゃんとペグを全部打ち込もうね。よくできました。パパバス、今度は何をするの？うわあ、マシュマロを焼いてる。うん、美味しい。なんて楽しい一日。うん、晴れた日、バスターの家。見て、ママバスが足を怪我した子猫を助けてる。もう大丈夫、包帯で固定したよ。スカウトだ。バスターと一緒に学校に行くんだね。二人は校庭で遊んでる。そんな、スカウトのタイヤに傷がついたよ。バスターに考えがある。何をするんだろう。バスターはスカウトのタイヤをトイレットペーパーでぐるぐる巻きにしたよ。もう大丈夫、さすがバスター。アッシュも包帯を巻いてってお願いしてる。今度はスカウトが他のタイヤにも包帯が欲しいって。でももうトイレットペーパーはないよ。バンディットが何か企んでる。みんなトイレットペーパーを持っていったよ。そこら中にトイレットペーパーを巻いてる。めちゃくちゃだね。みんなちょっと調子に乗っちゃったみたい。そんな、校庭がトイレットペーパーだらけ。
先生はご機嫌斜め。ナナバスがバスターを迎えに来たよ。先生が怒ってることに気がつく。バスターはママが子猫を助けてたみたいに自分もスカウトを助けようとしたことを説明する。ママが本物の包帯を巻いてあげるよ。さあおいで。バスターお家の外で泥水で跳ねて遊んでる。見て、おじいちゃんバスだ。おっと、二人とも泥だらけ。でもおじいちゃんに考えがあるよ。バスターをどこに連れて行くんだろうね。洗車だ。綺麗になるためだね。やった。あれ、もう洗剤がないみたい。あ、あった。おじいちゃんが洗剤を少し入れて、バスターが洗車をスタート。いってらっしゃいバスター。あれれ、おじいちゃんバスたくさん洗剤を入れたね。バスターが泡だらけ。いたずらだね、さすがおじいちゃん。次はおじいちゃんの番。バスターに考えがあるみたい。仕返しだね。おじいちゃん泡だらけ。おかしいね。あ、トラクターのテリーが洗車をしにやってきたよ。うわ、入れすぎはダメだよバスター。泡が溢れ出してる。あらら、泡に埋もれちゃったよ。オーティスはよく思ってないね。さあ、きれいにしよう。やれやれ、なんて一日。バスターとアッシュはビーチで一日を過ごすよ。ママバスとママ消防車はバーベキューの準備をしてる。バスターとアッシュは大きな砂のお城を作ってる。わあ、波が打ち寄せてくる。急いで、砂のお城が崩されちゃうかも。アッシュがどうにかしようとする。砂の壁を作ってお城を守るんだね。いい考えだねアッシュ。見て、アイスクリームトラックのイギーだ。やったそんな、アッシュの壁は波を止めることはできなかったね。お城が崩れちゃった。バスターはとても悲しがってる。でもアッシュにまだ考えがあるよ。バスターはとても落ち込んで手伝うことができない。アイスクリームを食べたら元気になるかも。何味がいいかな。わあ、とっても大きなアイスクリーム。おっと、動かないで。アッシュはまだ砂のお城を作り直してる。バスター、アッシュにもアイスクリームを持って行ってあげるといいね。でもバスター、アッシュの壁でお城が守られなかったからアッシュに怒ってる。バスターは自分だけでアイスを食べてるよ。わあ、アッシュは砂のお城をとても綺麗に作り直したよ。バスターはアッシュにアイスクリームを持ってこなかったことを申し訳なく思ってる。だから自分のをアッシュに分けてあげるよ。気をつけて、落とさないようにね。イギーは二人にアイスのコーンを一つあげる。これで二人一緒に食べられるね。うん、おいしい。ババスとバスターはお顔をドライブする。見て、鹿の赤ちゃん。何から逃げてるんだろう。列車のトラクソンだ。でも何か変だよ。トラクソンは止まれないみたい。急いで、バスターとパパバスは助けに行く。そんな、トラクソンは加速してる。パパバスはパトカーのオーティスを呼ぶ。緊急事態。
線路に枝が落ちてる。パパバスが飛び込んで枝を払う。やったね、さすがパパバス。これから先、線路が分かれてるね。パパバスとバスターはレバーを引いて方向を変えようとしてる。そんな、テリーが線路を渡ろうとしてる。早くレバーを引いて。危なかったね。クラクソンがぐるぐる回ってる。目が回っちゃったね。危ない、ぶつかっちゃう。ふう、危機一髪だね、パパバス。バスターに考えがあるみたい。トラクソンを丘に向けて走らせよう。丘を登ることで速度が落ちてるよ。止まった、やった、さすがバスター。そこにちょうどオーティスが到着。緊急事態って一体。遅かったか。見て、ペンキ用のハケ。バスターは今日友達と部屋の壁にお絵描きするよ。楽しそう。ママバスがいろんな色の絵の具を持ってきたよ。窓の下の壁を使っていいって。バスターは何色にするか迷ってる。スカウトは紫、アッシュは赤、バスターは黄色を選んだよ。もちろんだよね。始めよう。おっと、アッシュがスカウトの真似して赤でピシャ、そしてバスターが黄色でピシャ。お見事。スカウトはまず何を描くんだろう。ロケットだ、かっこいい。今度はバスターの番。何を描くのかな。丸花鉢、さすがバスター。キャビネットに書いちゃダメだよ、アッシュ。3人はペンキで遊び始めたよ。気をつけて、ペンキがそこら中についちゃう。あらまあ、部屋中ペンキだらけ。なんてこった。あらまあ、黄色いペンキが床一面に。紫も。ギャー、音は何だろうってママバスが気になってる。とても楽しかったね。でもあらら、こんなに汚れちゃったことを気づかなかったね。でもバスターに考えがある。アッシュのホースできれいにしよう。水でペンキが流れていくよ。その調子、アッシュ。しまった、ママバスが来てるけどまだ綺麗になってない。さあ、ペンキを落とすよ。アッシュはバスターに水をかける。じゃあ今度はスカウトの番。とても楽しそうだね。最後はアッシュ。よくできたね、みんな。うわぁ、お部屋はピカピカだね。アッシュとスカウトはお家に帰る時間。あらら、ちょっと見落としちゃったね。バスターとスカウトは学校から家に帰ってる。じゃあね、スカウト。バスターは何か見つけたよ。見て、リグリーとデイジーだ。バスターはお手伝いしたい。でも安全第一。かっこいいヘルメットだね。バスターはボートのロッキーからクレートを下ろすお手伝い。
いいチームワーク。今度はクレートを建設現場に置くよ。ミスターラブルはお昼休憩。また後でね、ミスターラブル。しまった、クレートが泥の中へ沈んでる。急いでバスター。そんな、バスターまで泥にはまっちゃったよ。デイジーが助けに行く。動かない。あれは？ディグリーがワイヤーをクレーンに引っ掛けたよ。バスターを引き上げてる。うまくいったね。あと少し。そんな、みんなハマっちゃった。ミスターラブルは気がついてない。でもバスターに考えがある。ワイヤーをクレーンに巻きつけて、クレートにつなげてる。ロープを引っ張って抜け出すつもりだね。なんていいアイデア、バスター。ディグリーとデイジーはバラバラにロープを引っ張ってるけど、同時に引っ張らなきゃ。そうそう、やった、うまくいったね。ミスターラブルはまだ気がついてないから、みんなは急いでクレートを引き出す。これで全て元通り。でも一つだけおかしい。みんな泥だらけ。洗わなきゃね。ミスターラブルがホースでみんなに水を吹きかける。綺麗になったね。もうお昼の時間。おいしい。あれ、どうしたの？ミスターラブルが泥に突っ込んじゃった。でも大丈夫、ミスターラブル、僕たちに任せて。